蜘蛛の巣か。なるほどね。それをこれで焼きはいやいややめてー、助けてー、ちょっとー君の方は何持ってるもの。私が置いてけ置いてけ、小さくてはで、どっちも虫どっちも虫、逃がしたんだよ。どうせ。ちょっと待ってね。これ氷かな。あ、氷だね。ハートとかないかな。爆弾だ。爆弾でしたわ。あ、ってことは爆弾も普通にこの場所でできたってことですね。こっちは？こっちはなんだ？あ、虫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 。全然見えてなかった今。あっぶねー。捕まえた？全然普通に草刈りしよっただけやった。やべえやべえ。オッケー。虫ゲットしたよ。うろうろしよった方がいい？なんか、巨大な手が現れるかもしれんけん。どうせ。とりあえず正面の方行こう。ほら、なんか落ちてくるんやって、上から。置いてけ、置いてけ。小さくてワシャワシャするやつ置いてけ。これで虫じゃなかったらどうしよう。はい。あ、出た。あ、これこれ。我が青春に悔いなーし。よかったっす。で、なんなんやろ、ここ。ちょっと通して。お、妖精おる。回復スポットってこと。え、回復スポットってことはなんか、ボス近いんじゃない？大丈夫そう？わーい、回復あざっす。ってことで向かうか。え、じゃあちょっと待って。一旦セーブしとこう。一旦ね、一旦。セーブしといて。まあ、時間切れになる可能性がなくもないけど。待って、向こう側のさ、あっちからこっちに動いてくる。うわぁ、また落ちてきたよ、なんか。虫は？虫。ちょ、もう一回。虫がいるのよ。あの、右側のやつも虫を求めとったけん。いや、全く姿が見えんねえけど、なんか、上から落ちてくるものがすごい不気味なんやけど。どうして？何かわからんっていうのがすごい不気味なんやけど。置いてけ、置いてけ。小さくてワシャワシャするやつ。はい、君もね。そんな虫好きなの、君ら。あ、これこれ。我が青春に悔いなーし。オッケー。あれ、でもここなんか行き止まりっぽいな。え、何もない。宝箱が現れるとかか？矢が出てきた。え、なんもなくねー。マジでそんだけ？そんなことのためにそんなことのために入ったんすか今私。ってことはあっち側か。結局あのでっかい、なんか幽霊や、やっぱり手やったんや。にゃー、助けてー。やっぱ多分じっとしとったら手にやられるんよね。君なんやった？置いてけ、置いてけ。取れたてピチピチ置いてけ。私もう魚持ってないのよ。ごめんね。もう魚持ってないんすよね。まあでもそっちも行き止まりやけん。もしかしたら宝箱があるかもしれんけど。え、どこなんやろ？どこに向かえばいいのこれ。早く。邪魔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 。あ、ここやったら大丈夫そう。痛い。どこに行けばいいんだ。え、ここに魚とかおらんよね。おらんか。水があるけん、もしかしたら泳ぎうるかなと思ったけど。全然おらんかったわ。ここ最初のところか。戻ってきたな。ってことはもう一回こっち進んでいくしかない？
いやー、やめてよ。なんか幽霊がどうこう言ったのはどうすればいいんやろうな。ちょ、待ってね。へい、また現れとった。ああ、君らか。ちょいと待ってくれ。置いてけ、置いてけ、お化け、そんでもってでかいの。多分あいつのことよね。やっつければいいんかな。お化け、そんでもってでかいの。君は？置いてけ、置いてけ、小さくてワシャワシャするやつ。あー、君虫か。もう一回捕まえてくればよかった。その辺にないんかな。君が虫がいるんやっけ。小さくてワシャワシャ。はい、どうぞ。ギブドは虫が好き。あ、これこれ、我が青春に悔いなし。よし。何もない。一体何、何、何、待って待って待って、火つけたら見えるようになるとかそういうことか。動くなよ。ついてないし、全然。音がキモいって、その、なんか、わしゃ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 言える音。ついてないし、なんなの、ふざけてんの。場所だけ分かったらやっつけれるとかいうわけではない。ちょっと待って、チャットスタウチラも知らないの。硬い体に守られてるけどお腹だけは柔らかいのよ。いや、音的にそんな感じはするけどよ。なんかいっぱいいる。待って、助けて。いっぱいいるの、なんか。なに、怖い怖い怖い。ちょっと注目外させて。出る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 。体力めっちゃ減ったんだけど。ちょ、待って、何がいるんやった、ここ。幽霊って酔ったんか。うわー、待って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 、わからん。あのでかい幽霊は一体どこにおるんやっけ。君何がいるって言った。あったまって元気が出るものの、わけのわからんことを言うな。あったまって元気が出るものってなんだよ。相手の体力ちゃんと減りよんかな。わからねえ。でもなんかあれ、あいつがダメージを受け寄る感じは全くしないんだけども。あ、でも今のは効いたっぽい感じ。あ、これ？ちょ、待って。あ、捕まえた。すげえ。うわ、すげえ。ビッグポーを瓶に詰めた。何かいいことあるかも。やったー、ゲットしたー。とりあえずしまおう。解き放ってしまいそうで、なんか怖い。せっかくね、捕まえたけん。よしよし。R で盾っていうのをもうちょっとね、ちゃんと覚えとった方がいいよね。君なんやった？あったまって元気が出るものか。ごめん、持ってねえや。どこやったっけ？幽霊がどうとか言ったの。あ、君か？なんかまっすぐ行くところやったような気がする。置いてけ、置いてけ。お化け、そんでもってでかいの、置いてけ。これでいい？ちょっと待ってね。知人だけど大丈夫？はい、どうぞ。あ、これこれ、我が青春に悔いなし。やったー。うわー、また。でもってなんかね、手とか出てきそうよね、こういうとこ。あ、これ氷じゃなくってあれや。蜘蛛の巣か。なるほどね。
それをこれで焼きはら、いやいい、やめてー、助けてー、ちょっとちょっとふざけてんじゃねえよ、おい。今私が炎の矢を構えようとしてたのが見えなかったか？動いてんだよちゃんと動いてんだよ、こっちは。まったく動きがねえな、動きがねえなじゃないんだよ。なんか、あー、おいおい、痛い。待って、ここでさ、じっとしてたら私また手につかまれるの。なんかここさ、また虫出てきそうじゃない？あ、ルピーや。あ、でもほら虫も出てきとるよ。もしかしたらまたいるか。びっくりした。青い薬飲んだかと思うんや、毎回毎回。ね、通して。無理やり通ってくよ。あれ、君でおしまいか。置いてけ、置いてけ。カルシウムたっぷり、元気のもと置いてけ。ミルク！この先なんか道なかったよね。はい、どうぞ。あ、これこれ、我が青春に悔いなし。よかったっす。なんかこの先さ、道が、ん？なんか、何この太陽のマーク。なんか前に見たような気がするな。え？何何何？火を灯せばいいのか？もうちょい、あ、いけてた。あ、ね、ここもさ、急がんとつまみ出されたりする？もうやめてほしいんやけど、それは。はい、つけたよ。あ、なんか、宝箱が出てきそうな予感。イェーイ。いいもの、いいもの。ミラーシールドを手に入れた。う、キモ。R を押してしゃがんで防御。キモ！Z 注目中に R で移動しながら防御も可能。特定の光を反射、特定の光ってなんだ？え、キモ、ちょっとやめて。後ろ姿超キモくなったんやけど。うわ、ないわキモす。あ、なんかめっちゃ、え、反射しよる。え？え、なんかめっちゃ反射しやんやけど。ね、超反射し、え、見てー、さっきなんか壁に。え、ちょっと待って。せん、ほら、キモー。え、どっち向いてもキモい、ちょっと。え、ちょっと待って。違うのよ。え？この太陽。どっかになんか反射さ、これ反射させる。太、これになんか反射させるとかそういう、違うかな。ここではないのか？すごい、ゾワゾワするんやけど、キモくて。ねえ、その場でくるっと回れるようにしてくれん？私が下手くそなだけか？ね、そんな上の方までいけんのよな。あ、てかこれあれか。これで、あ、これで正面からできるやん。え、違うな。この顔を当てんといかんのか？え、キモ。ゲッキモ。ね、もう朝8時ないけど、そっかそっか、正面向けてできるやん。あんな背中向けてやらんでもね。え、これ何？え、何やるのこれ。え、上に登ったけど何もないんですけど、何？え、何何何何何？え？どういうこと？上登っても、もしかしてあれにも光を当てるのでは？ちょ、待って。でもあれにはなんか仕掛けがありそうな感じせんねんけどな。あーい。え、ちょ、横、右の太陽、キモい。よし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 。ここからはああいう太陽の仕掛けがあるわけだね。え、待って、何時までやったっけ？ 10 時ぐらい？
イカアナ古城。お城来たよ。いや、お城来たけどさ。ここからなんだ？何をすればいいんだ？え、外に出た？あ、お城の中に入れたってことか、これで。やったー！潜入成功！ってことよね、おそらく。で、なんだろうか。で、何なんだろうか。はい、何でしょう。何？今なんかジリンジリンジリンって言ったよ。はい。なんか目に見えない。あ、なるほどね。あいつか。あ、いいです、いいです。呼び出さなくて。戦闘になるので。あ、これはなんか動かすやつやんね、ブロック。いや、いいのよ。その先はもう無視しといて。見えなかったら戦闘にはならないから。気にしなくっていいっす。え、なんもないんやけど、この壺にすごく大事な意味が。あー！体力回復っすね。はいはい。ん？あー、でも今の捕まえとけばよかったかな。え、どうすればいいんやろ。あそこしかなくない？でもな、ここ、なんもできんよね。何？どうするの？これ。あ、ここから入れるやん。え、これどうすればいいんだ？どうするんやっけ、これ。ちょっと待って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 。これなんか動かしたことあったよね。これどうやって動かすんやった？ゴロン？え、違うか？あ、なるほどね。ミラーシールド。この今持っとるやん、ミラーシールド。ミラーシールドを持っておけば、もう井戸の下通ってくる必要はないっぽいね。ってことはもうここで初日に戻って行けば大丈夫ってことやん。え、ミラーシールドはちゃんと、ミラーシールドはもうこっちの、あ、普通の盾として、あ、きっしょいな。普通の盾としてこっちに。ってことはなくならんアイテムってことよね。オッケーっす。じゃあとりあえず初日戻ろうや。もうめっちゃギリギリやろ。朝9時ってことやろ、これ。やばいやばいやばい。戻ろう。最初の朝、あと72時間。ふーってことで、これで、まあ、メインストーリー部分のショートカットが約束されたわけだ。うわ、気持ち悪いな。やだな、後ろ姿これになるの。ちょっと見た目だけ変えれんかな。最近のさ、アプリゲームとかによくある、見た目装備みたいなの。別にアプリじゃなくてもあるか。ドラクエとかでもあったよね。見た目装備。それを、64のやつにはないやろうけど、実装していただきたい。で、せっかく最初の朝に戻ったけん、ま、せっかく最初の朝に戻ったし、時間、あ、ちょっと待って。あれや。時の流れをゆっくりにしておかなければ。そう、時間的にも余裕ができたけん、初日の夜に発生する、爆弾屋の店員さんを助けるっていうやつを今度はやっていこっか。とりあえず今回はここまでで、下へ、右。ふぅ。まあ、これで心置きなく、また、ちょっとね、寄り道ができるわけだ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、マジでちょっと、フィールド上を歩き回りよるときの背中が気持ち悪すぎて、見た目装備で、前の見た目に戻していただきたいんだけど。